全然撮らなかったんだけどね、忘れちゃいました。まあいいでしょう。はい、で今からねちょっと日本語の本をね、売ってる場所があるのでそこに行く。グラブは便利だね。入ってきてました。お粥だったんだね。なんかあラーメンもあるんだね。隣で食べてる人のお手をさせたら、はい、あ、おいしいね。結構おいしいわ。これはこれは胡椒かな。胡椒あってもいいな。あ、いいねこれ。おかゆ久しぶりだわ。うん、うまい。まあ日本人だとね、梅干しがあると最高だね。あ、ていうかこれちょっと酸っぱみのやつが入ってる。あ、これうまいわ。入ってよかったわ。正解だ。さすがに混んでるだけだけど。ね、この店結構うまかったよ、これ。うん、顔がラなんとかっていう店。うん、ね、この店、教会の遠い目にあります。はい。これがなんだっけ、セントジョセフ教会かな。うん。これの教会の対面にありますね。反対側にあります。そんなね、新しい、なんていうの、お店じゃないんだけど、結構ね、混んでるんですよ、いつも見ると。うん、で、美味しいのかなと思って、食べてみようと思って、食べてみました。美味しかったです。はい、で、価格がね、4万ドン、ですので、200円ぐらいだね。はい、でもお肉鶏肉も入ってるので、はい、で美味しかったです。で中ほじったらね、酸っぱい酸味の効いてるねやつがちょっと入ってて、これがまた美味しかったですね。はい、もうちょっと酸味があってもよかったかな。うん、日本人だったらね、梅干しね、のお茶漬けまでは酸っぱくはないけど、うん、それぐらいあってもよかったかなというふうに思いますね。うん、そう、なかなかね、外国人で、酸っぱい、梅干しまで酸っぱいやつが好きっていうのはあんまりないんだよね。いや、でも美味しかった。うん、あっちの何、フォーも食べてみたいね。ちょっと機会があったら食べてみようと思いますね。はい。あ、でもね、ご飯もね、多分ね、美味しいの使ってると思う、あれは。うん、ハノイのご飯はね、あまり安心しないね。うん、ご飯はあんまり美味しくないかもしれない。ホーチミンの方が美味しいと思います。ご飯って白いご飯の意味ね。
白米ということですね。はい、うん、はい、もうごちそうさまでしたって感じですね。